西尾市立三和小学校とは、愛知県西尾市にある公立小学校である。1906年5月、川崎、奥和・武器は、両村の三村が合併して、三和村となり、同年10月15日、川崎村立内藤尋常小学校、奥和村立高原尋常小学校、武器は、両村立海武器尋常小学校の3校が廃止と、 なり、同日付をもって、三和尋常高等小学校が設立された。従来の三校舎は、仮校舎として、児童を収容し、校地は三和、村尾麻部屋に指定した。1908年4月1日、小学校令改正の結果、義務教育六か年に延長された。しかし、第五学年の児童を収容する場所がないため、同年4月1日より5月中旬まで三和、 村大技小島東善寺,寺の栗を借り受け授業を開始した。その後、村役場の新築完成により、役場の一室に移転した。翌年、第5.6学年の児童を収容するため、時の村長は、村会に諮り、3教室の新築に着手し、1909年3月に竣工した。しかし、修学児童の増加に伴い第4学年の、 各文教場に収容できず、やむなく、村役場の一室を2分して二教室とし、敬語教室を確保、同年4月には、第6.54学年を本校に収容することが、できた。この時、職員室は、臨時新校舎の廊下を使用し、備品はすべて廊下に整列しておいた。このように校舎が狭いため三教室を同年に寄稿し、1910年3月、増築落成した。 各文教上の校舎は従来通り使用した。高等化仮説は収容する場所がないため、明治39.40年度は高等化、第1学年から4学年は、西尾広港、六美博港、福岡博高に通学した。1908年度は高等化、第2学年以上、1909年度は、新礼高等化1学年以上は、同様に通学した。1九百十年四月に、 心霊高等が1学年を置き、同、第2学年以上は引き続き西を、六海、福岡の尋常高等小学校に通学した。3は村教育会より、多町村高等小学校へ通学する者の,のために一人金3円の補助をし、予算額は次の通り。1915年3月、村長は村会に仮校舎統一の議案を提出し可決した。10月より、 校舎一区を寄稿し、1916年3月27日落成、春公式を挙げ、長年の懸案であった本村の学校統一ができた。同時に、通学者遠距離の大あざ高落ち、高河原の上、はずの3カ所に、教員住宅を設け、児童通学の監督に当たらせた。大正5年4月1日より、児童すべての収容を完了した。その後、 人口の増加と教育の普及発達に伴い、再び校舎が狭くなり村長は村会に諮り、1921年6月に4教室を増築した。その後、元村教育は、新進として発展し、時世の新運に伴い一層の校舎完備の急に迫り、村長、長瀬正春は意を決し、1926年5月本村役場の移築と同時に、その後に、 堂々たる大玄関を持つ六教室一棟の新校舎を増築した。先の高原部より移転した中校舎四教室は老朽帯びただしく危険になったため村長杉浦吉右衛門は財政不況時にもかかわらず村会の協賛を得て昭和5年6月普及校舎を売却し堅牢装備の四教室を新築落成させた。 本校は創立以来拡張に次ぐ拡張をしたため、運動場が、はずぐ内で一番貧弱で、高知拡張は、かねての宿題であった。村長、斎藤正義は、地下最も低落した後期を捉え、昭和8年6月単政府を買収し、昭和8年10月運動場拡張落成式を、挙行した。岡島弥生資料館は、2005年に、 三和小学校の秋教室を利用して開設された資料館。1986年から2003年にかけて、愛知県埋蔵文化財センターが行った、岡島遺跡の発掘調査で出土した遺物を収蔵、展示している。名鉄西尾駅、または JR 岡崎駅より、名鉄東部交通バス岡崎、西尾線、三和小学校前下車すぐ。ありがとうございます。